攻撃 J1J2 遺跡情報をまとめまずはじめに北海道コンサドーレ札幌ガンバ大阪ディフェンダー高尾流へ正式オファー高尾は右センターバックから右ウィングバックまでこなせる果敢な攻撃参加と高い足元の技術に定評のあるユーティリティなプレイヤー札幌はディフェンダー田中俊太の遺跡が決定的な状況シ者サッカーの新たな攻撃の起点として期待が寄せられる続いて柏レイソル 浦和レッズディフェンダー犬飼智也を完全遺跡で獲得が濃厚。犬飼は対人の強さとビルドアップ能力に定評のあるクレバーなセンターバック。柏は今回チームに加わりディフェンスラインに安定をもたらした守備職人を来期もディフェンスリーダーとして自陣ゴール前に据えたいところだ。続いて、ガンバ大阪、横浜 F マリノスへデンタル遺跡中のゴールキーパー一森順の復帰を発表。一森は安定したセービングと高いキック精度で横浜 F マリノスを最後尾から支えた守護神。ガンバ大阪は不動のベテランゴールキーパー東口とポジションを争える存在として一森の復帰を決断した